ツタは、ドウかツタ族のツル性の落葉性目本。別名、甘ずら、夏ズタ、モミジズタ。ツタという言葉は、ツタ族の植物を総じて称することもある。英語でのアイビーとの呼び方は、ウコギカキズタ族の植物を指すことが多い。ポイズンアイビーはツタウルシであり、ツタではない。葉は、手のひら状に浅く裂けるか、完全に分かれて服用になり、落葉性。 巻きげの先端が吸盤になり、基盤に付着する。無理やり抜いた場合はポツポツと吸盤だけが残る。5枚の緑色の花びらを持つ小さな花をつける。ツタ属植物はアジアから北、アメリカに15種が自生し、日本にはツタピートリコスパドタのみが本州から九州に自生する。ツタの名称は他の植物や岩にタって伸びる性質から名付けられた。 建物の外壁を覆わせ装飾として利用される。また、日本では古来から樹液を甘ズラと呼ばれる甘味料として利用していた。夏蔦の名はウコギかき蔦を冬蔦と呼んだため、その対比で呼ばれた。蔦門は蔦の葉、茎、花を図案化した日本の家紋の一種である。家紋としての初見は不明であるが、江戸時代に松平氏が用い、 八大将軍である徳川吉宗が用いたことから広まったとも言われる。現在は十大家門に数えられるほどに使用家が多い。見聞書家門には、椎名氏、富田氏、高安氏が載せられている。他に、関西重州書家府には、津藩東道氏が、東道津田、本城藩六号氏、西尾藩、小島藩、田名倉藩ら、各、松平氏が、 ツタで載せられている。また、他の樹木や、建物などに着生する習性から突き従うことに、転じて、女門として用いられることがあった。ツタが絡んで茂る様が馴染み客と、一生、離れないことにかけて、芸儀や、娼婦などが用いたと言われる。ありがとうございます。